恐ろしくもないわ。700年前、私はあと一歩でイースを支配できるところで、その忌々しい女神どもに封じ込められた。それからの屈辱の年月は長かった。
時はあざけり笑うかのように緩やかに流れていった。しかしついに私の時代が到来したのだ。イーストは、この世界は私のものだ。人間どもに魔物の恐ろしさを思い知らせてくれる。そうはいかねえぜ、魔物さんよ。もうイースは地上に降りているんだぜ。忘れてもらっちゃ困るな。この盗賊のゴーバン様を。なんて感謝していいのか。私はイースの女神レアです。ダームの塔ではダルクファクトを倒してくださいましたね。ダルクは神官ファクトの子孫にあたる人。クレリアに宿っている魔力を利用して魔物の封印を解き、世界を自分のものにしようとしたのです。かつて私たちが魔物を封じ込めた時、クレリアも地中深く埋められました。数百年の時が経ち、それが銀という名で掘り出されたのです。そして今、魔の元凶と戦う時がやってきました。あなたならやれるはずです。最後の戦いには私の指輪を使ってください。それには魔物の力を弱める効力があるんです。その剣にイースを結集した力を与えましょう。アドルさん、どんなに会いたかったことか。私です、フィーナです。女神であることを隠していてごめんなさい。魔物を封じてもいつの日か復活する時が来るでしょう。魔法そのものがこの世からなくならない限り、永遠の平和は訪れません。魔力の源、巨大な黒い真珠がこの奥にあります。あれさえなくなれば全てが解決します。お願いです、黒真珠を打ち砕いてください。アドルさん、久しぶりですね。私です、ルタジェンマです。クレリアの盾を持ってきました。魔との決戦にはこれがいるでしょう。
魔物は魔法から生まれた生き物。貴様らの魔法など私の足元にも及ばぬ。貴様に魔物の本当の恐ろしさを思い知らせてくれるわ。さあ来い。
我々魔物は魔法から生まれた生き物。貴様らの魔法など私の足元にも及ばぬ。貴様に魔物の本当の恐ろしさを思い知らせてくれるわ。さあ来い。
Thank you.
胸がいっぱいで何を話したらいいのか。神殿の地下であなたに助けられて短い間だったけど、ジュバの家で楽しい日々を過ごした時、大事なことが分かったの。自分の知らない世界に素晴らしい人たちが生活してるってこと、そしてイースはもう過去の国だってことが、そして何よりあなたに出会えたことが一番嬉しかった。初めて女神じゃなく女の子として話すことができたから。ベアーが待っているの。そろそろ行かなくちゃ。アドルさん、時々でいいから思い出してください。私のような女の子がいたってことを。